WEC ルマン24は、コナミが1986年9月にアーケード向けに発売したルマン24時間レースを題材にしたレースゲーム。開発元はコアランドである。実在するサルトサーキットをモデルとしたコースを規定時間内に4周してゴールインすることが目的である。ゲームは残り時間制で、 途中に数箇所あるチェックポイントを通過することで残り時間が加算されるがチェックポイントを通過する前に残り時間が0になるとゲームオーバーである周回を重ねるごとに BGM が代わり的者の往来が激しくなるまた4周でちょうど1日が経過するように背景の明るさや空の色が変化していくなお本来のルマン24時間レースは24時間の 間にどれだけの距離を走行できるかを競う耐久レースであり、規定周回数で順位を競うレースではない。コナミは当時、世界スポーツプロトタイプカー選手権のレーシングチームである、スパイスレーシングチームをスポンサードしており、そのスポンサーライセンスを使用して開発したゲームである。タイトル画面にも、オフィシャリーアプルーブドバイオートモビルクラブでエルウエストの表示がある。 デラックス筐体本作のリリースと同時期にはセガより同系列の大型筐体を用いたレースゲームのアウトランが発売された。当時のほとんどのオペレーターはレースカーでサーキット内を周回するという比較的地味な本作よりも高級オープンカーでヨーロッパの行動を改装するという当時としては斬新で花のあるアウトランの方を選んだ。そのため本作は 設置されていても、通常筐体版の方が多く、デラックス筐体の方を設置している店舗は、ほとんど見られなかった。ありがとうございます。